皆さんこんにちは。ちょっとキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり、あとは PR をするような活動をさせていただいております。で、今日ご紹介するのはですね、ワークマン新作の11月発売予定の商品を、先にですね、多分まだ店舗にね並んでないと思う商品です。それをですね、事前にちょっとサンプル品いただいたので、紹介していきたいと思います。それがですね、こちら、じゃ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 ーん、じゃーん。はーい、こちらですね。これね、ワークマンの中で唯一あるスノージャケットになります。あとね、パンツもあります。で、まあ、スノージャケットなんで、スノボとかね、スキーとかされる方、あとまあ、なんだろう、雪国で何かね、外で活動される方なんかにぴったりなんじゃないかなと思うウェアなので、最後まで楽しんで見ていってください。というわけでですね、早速こちらのイージススノージャケットをご紹介していきたいと思います。タグがこんな感じですね。商品名がイージススノーウォームジャケットになります。型番 HS001、 価格がですね、税込みの4900円になってます。これね、ジャケットが4900円で、で、パンツの方が2900円です。で、これね、限定生産という風にカタログには書いてあるので、多分そんなに生産数多くないですね。去年も、一昨年もスノーウェアは実はワークマンで出してるんですけれども、あんまりね、店舗で並んでるの見たことないです。多分去年の冬も1回ぐらい店舗で見かけたぐらいで、かなり結構入手するのが難しいようなウェアになってますので、今回の動画見ていいなと思った方、ぜひですね、まめにいろんな店舗さんのインスタとかね、ツイッターとかチェックして、入荷してる店舗見つけてご購入された方がいいのかなと思います。で、こちらの、スノーウォームジャケット、サイズが SML LL3L の展開になってます。で、カラーがですね、ベージュ、カーキ、ネイビーの3種類です。で、このね、スノーウェアの、耐水圧と糖質度なんですが、耐水圧が 5000ミリ、 糖質度が1万ということで、ワークマンのレインウェアって結構今もう耐水圧が2万とか、低くても結構1万ぐらいのものが多い中、5000と低いんですが、その分ですね、糖質度が1万っていうのは結構高い方で、結構8000とか5000っていうものが多いんですが、まあ多分ね、雪って、まあ雪、雨じゃなくて雪の場合で降ってきたら、まあささっと払ってしまうことも多いので、もちろんしっかり防水なんですけど、そこまでものすごい高い耐水圧はいらないということで、割と低めに設定されているのかなと思います。で、逆に糖質度が他のレインウェアに比べて高いのは、やっぱりスノーボードとかやっぱ動きますんで、なんだこれ、これはなんかちょっと違うけど、で、まあ動くので、どうしても暑くなって汗をかいて蒸れやすくなるので、糖質度をその分高くしているんじゃないかなというふうに思っております。でね、これ結構デザインかっこいいですよね。で、ここに実はね、メインファスナーが蛍光グリーンなので、こういう紐とか、ここの中とか、あとこういう紐も蛍光グリーンで、まあ差し色みたいな感じになってますね。これね、中を開けると、なんとですね、フリース、ボアフリースとセットになってるんですね。で、このボアフリースがまた蛍光グリーン。これ、私は結構地味な色が好みで着てしまうんですけど、結構スキーウェアっていうのは流行があるので、もしかしたらこういう派手な色が今回トレンドなんですかね。で、こんな風にですね、パチパチパチと、ボタンで接続、スナップボタンでね、こういう風に接続ができるようになってます。で、これ抜いてしまうと、分離できちゃうっていう感じで、別々で着用することも可能です。あ、まだくっついてた。まだくっついてる、ここ。はい。なので、まあ、暑い時はこうやって、裏地メッシュついてますね、蒸れないようにね。こんな感じで1枚でなんかウィンドブレーカー的な感じで着てもらってもいいのかなと。これ別にデザインはなんかすごいスノボっぽいウェアって感じもしないので、日常で普通に着ても可愛いんじゃないかなと思います。中も着るとさすがにちょっとモコモコする感じはかなり出るんですけど、冬キャンプなんかにもね、ちょうどいいんじゃないかなと思います。ただ、スノージャケットというだけあって、ここにね、パウダーガードついてます。雪が入ってこないようにするパウダーガードがついていて、これでね、ボタンで止められるようになっていたり、あと内側のここの裾のところに実はパスケースがついています。
ここですね、ここ、前身頃のこの辺りに、パスケースが前前面に出る形になります。これなんか去年のも持ってるんですけど、去年のはこれ去年のスノージャケットなんですが、去年のものはここのね腕についてて、個人的には結構ここにある方が結構最近のリフト乗るときって IC チップでゲート出入りするとき多いので、これの方がやりやすいかなと思ったんだけど、結構どうなんでしょうね、ここに下につけるなんか意味があるのかな、わからないごめんなさい、そんなにね最近のスキー場情報に詳しくないので、ここにね前についてるのなんかちょっと不思議な感じはしますけど、まあこれはこういうトレンドなのかな、うん、まあ結構ねスキーで滑るときってどうしても携帯とか貴重品、コインケースとか落としたくないんですが、まあもちろんしっかりと大型のねここにポケットついてます、ファスナー付きのポケットついてるので、ここと、あとこっち側左右ですね、左右2箇所に、ポケットがあるという形です。でこれだけ1枚で着るとこういう感じ、これだったら結構中にもぎもぎ他にフリースとかを着込んでも、冬キャンプの時とかね防水で防風なので、もちろんこれキャンプで着てもいいわけですね、普段街中で着ても OK な感じです。で内側のフォアフリースのインナーすごいボアで柔らかくてふやふやして気持ちいいです。こういうデザインね、脇の下がサイドがちょっと黒で締めてある感じ、だからこれだけでまあなんか着てもいいと。でもこれあれだ、ちょっと違くて下の方がなんかメッシュになってます。メッシュでここはなんで不思議、あでここちょっとなんかポケットみたいに入るようになってますね。なんか不思議な仕組みですねこれね。でこれは前はファスナーとかないのでこうパチパチと切る感じですね。こんな感じでスナップボタンで切る感じですね。あこの辺りまでがフリースで、下がちょっとあれがねやっぱ熱くなりやすいからですかね。ここはなんかねこんな感じでちょっと下が少しメッシュっぽくなってます。後ろはしっかりフリースですね。はい、ただねこれ今脱いだだけですごいこれの繊維がモフ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 出るから、ちょっとなんかそういうホコリとか弱い人はもしかしたらちょっと一回着る前に外でワサワサワサってやって、ある程度ホコリを繊維のねホコリをなんか通った方がいいのかなっていう感じはちょっと受けますね。あでもすごいあったかい、めちゃくちゃあったかい。はい、両方着てみるとこういう感じ。私身長163センチで、これねメンズの M サイズでちょうどいい感じです。多分 S だと私の場合肩幅がすごくあるので S だときついかな、 M で本当ちょうどいいって感じです。今長袖の上にさっきのこのインナーのフリース着てこれ着てるっていう感じなんですけど、これぴったりですね多分ね、うん、こちらのパンツ2900円です。で昨日は一緒で本当に耐水圧とか糖質度も一緒で、まあ防風っていうのも一緒です。ちょっと外観だけチェックしましょうか。お尻はねポケットないです。お尻ポケットがなくてで前に2箇所ファスナー付きのポケットがついています。やっぱりねファスナーついてないとね不安ですよね。ここね結構大きめのファスナーです。 GoPro とか入れてもいいかもしれない。 GoPro とかお財布とかスマホとかね。で中はやっぱりこういう風にプチプチ外せるタイプで、このボアフリースのインナーがついて取り外しも可能という形になってます。あと裾はスノーブーツの上からでも外せられますっていうことなので、あここですね、かなり裾が広く取ってあるのでこういう感じすごく広く取ってあるし、この面ファスナーで調節も効くので結構広げるとかなり広がるので、ブーツの上からもこうかぶせられるような裾になってますね。アウターとインナーはボタンで簡単に取り外しが可能、それぞれ単体でも着用できますと。スリーウェイスタイルで、まあ、外側だけでもいいし中のインナーだけでもいいし、まあ、こうガッチャンコしてねフュージョンさせて着てもいいという形になってます。 あとねベルトはなんかこういう風にカチッてできる、ワンタッチでカチッてできるようになってます。ただねこれねあれがないんですよね、前にファスナーとかないんで普
通にゴムだけでズボッズボッって履く感じみたいです。ここに前に特にあのファスナーがねあったりはしないです。それ気に男性だとどうなんだろう、気になる人とかいるのかな。女性は多分特にそんなに気にしないんだけども、はい、という風になっております。このイージスには冬が似合うということでですね、今回はこのワークマンのスノーウェア、上が4900円、下が2900円をご紹介いたしました。カラーもね、本当にベージュカーキーネイビーと結構どれも使いやすい素敵なカラーだなと思いますので、あの中のね、この蛍光グリーンがもしちょっと苦手だなって方は、結構落ち着いたネイビーとかだとボアと合わせてもあの落ち着いて着られるし、あとこのベージュとオレンジの組み合わせもね結構可愛いんじゃないかなと思いますのでですね、本当多分これ人気商品か、それかそんなに多分数を作ってないと思うんですよね。スノーウェア自体の多分需要を考えてそんなに数を作ってない可能性があるので、もうお店で見かけたらですね即ゲットをおすすめいたします。というわけで今回はイージススノーのジャケットとパンツをご紹介しました。今回の動画が良かったよという方はぜひいいねボタンをチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。